子供がね懐いちゃってんのよちょっと待ってね、おばさんの長話聞くから。来たわね、ちょっと聞いてんよ。あんたが話し相手になってくれてからすこぶる体調がいいのよ、ふふふ。あ、でもあなたに話を聞いてもらうのもこれで最後なのよね。そう考えると名残惜しいわ。私の最後の長話付き合ってくれる？あ、これで最後な。これで最後だからな。わかってるわよ。最後のおしゃべりだし、私は張り切っちゃうから。言っても無駄だと思うが、できるだけ手短に頼む。最後だっていうのに釣れない人ね。でもここまで付き合ってくれて本当にありがとう。そんな感謝の気持ちを込めて私喋るわ。実は今回あなたとのおしゃべりを最後にするって決めたのには理由があるのよ。私のおしゃべり付き合ってて疲れるでしょ。即答だ。いいのよ、そんな気を使って嘘なんて。って本音。ちょっと乙女心に気使いなさいよ。まあいいわ、私実は恋しちゃったのね。恋？こんなおばさんが恋だなんておかしいわよね。笑ってもいいのよ。でも本気なの。心は20代なのよ。最初に会った時に話したわよね。お茶屋さんの前で偶然会った昔の友達のこと。そう、小太郎ちゃんって男の人よ。再会した時からずっと彼のことが気になっているの。でも男の人っておしゃべりの女の人嫌いでしょ。私この性格やめたいと思ってるのよ。あれからたびたび二人で会う機会もあるんだけど、気づいたら私がずっと喋ってるのよね。せっかく小太郎ちゃんと会っても家に帰って振り返って考えると、あ、今日小太郎ちゃんの声聞いてないって日もたまにあったりして、そういう時は自分で自分のおしゃべりさに呆れるわ。小太郎ちゃんのためにも私変わらないといけない。だから今日で長話する私はおしまいにするの。そんなに簡単に変われるはずない、そう思ってるでしょ。でも残念、私にはちゃんと秘策があるのよ。人前でおしゃべりがしたくなったら、持ち歩いている梅干しをそっと食べるの。そしたら口がむぐってなって喋れないでしょ。それがどうしたって顔してるけど聞くのよ、これ。本当よ。もちろん秘策はそれだけじゃないわ。そんな一時的な方法だけじゃダメだっていうのはちゃんと分かってますからね。最近はほぼ毎日ね、夜に家を抜け出して近所の畑に行くの。そこで今喋りたいと思ってること全部ぶちまけるの。立ってるかかしに。あなたの仏頂面で慣れちゃったせいか、かかしの方が表情豊かに話聞いてくれてる感じがしてとてもいいの。その点お礼を言わなきゃね、あんたに。夜かかしに喋りたいこと喋り尽くしてるわけだから、昼間そこまで誰かと長話しなくてもいいという寸法ね。頭いいでしょ。でもやっぱり本質的なとこは変わってないのよね。長話を誰にも聞かせていないのは事実だけど、かかしに喋ってる時点でおしゃべりなの変わってないし、こんな自分を騙し続けるやり方で本当にいいのか、本当に私変われるのかしら。そんな葛藤の中、あなたに長話を聞いてもらっている私、つくづく罪な女よね。自分で自分が許せないわ。でもね、こんなに悩むくらい今回の恋は本気なのよ。彼の好物大根の浅漬けも美味しく作れるように練習してるし、彼の趣味海釣りなんだけど、いつお誘いが来てもいいように海釣りの練習に一人海まで行ったわよ。その時は初めてなのにカツオが釣れたわ。あとはただ一つ、このおしゃべりの性格を直すことさえできればいいんだけどね、咲子さん。え？小太郎ちゃん？この人なんだ。話は聞かせてもらったよ。僕のためにそんなに努力してくれてたなんてありがとう。いやね、全部聞いてたの？私ったらなんて恥ずかしい女なの。僕は咲子さんのおしゃべりなところも好きなんだから、無理して直そうとしなくていいんだよ。むしろ咲子ちゃんのおしゃべりをずっと聞いていたい。小太郎ちゃん。ふふ、何もかもいらない心配だったみたいね。あなたにも随分お世話になったわ。もう私あなたから卒業できそうよ。そうみたいだな。
これからは俺じゃなく好きな男に話を聞いてもらえ。うん、そうね。そうするわ。ありがとうね、色男さん。じゃあな、仲良くやれよ。あ、待って。なんだ。ちゃんと私の話聞いてたか確認したいんだけど。いや、もういいでしょ、それは。やらないとダメか。うん、ええ、もちろん。ちゃんと聞いててほしいんだよな。じゃあね、これは覚えてる？私がおしゃべりな性格を直すため夜な夜な話しかけてたものは、カカシだ。カカシだろ。そうそう、私が夜な夜な話しかけてるのはカカシ。ふふ、突然の質問にもしっかり答えてくれるなんて、それだけ私の話を真剣に聞いてくれてたのね。でもね、夜中に畑でカカシにブツブツ話しかけてる女がいるってことで、ご近所ではちょっとした怪談が流行ってるのよね。え？じゃあ次、小太郎ちゃんの好物何だったかちゃんと覚えてるわよね。なんだっけこれ、浅漬けだっけ。大根の浅漬けだ。そう、そうよね。彼の好物は大根の浅漬け。今では私の得意料理になっちゃったわよ。本当？咲子さん、嬉しいよ。いや、やだ。もう、恥ずかしいこと言わないでよ。あ、ごめんなさい。あなたのこと置いてけぼりだったわ。結構です。それじゃあね、最後にこれだけ聞かせて。私が海釣りの練習で釣った魚は何だったかしら？カツオだ。カツオだな。そう、カツオ。初めての釣りにしては上出来よね。まさにこれ、恋も釣りも大物を釣り上げちゃったってことかしら。と、こんなところかしらね。あなたがどれくらい私の話を聞いてくれたかよくわかったわ。素晴らしい話の聞きっぷりだわ。完璧よ、完璧。そうよね、今回で最後だったものね。ちゃんと話聞いてくれてありがとうね。そうだな。今までの俺、受け取ってくれるかしら。今まで私の長話に付き合ってくれて本当にありがとう。これから別れ、小太郎ちゃんに末永く長話に付き合ってもらうことにするわ。でも寂しくなったらいつでも呼んでね。あなたと私の仲だものをおしゃべりするため、いつでもあなたの元へ駆けつけちゃうわよ。いや、遠慮しておく。そう言うと思った。最後まであんたらしいわね。また機会があればお話ししましょう。じゃあね。もうあの女の長話に付き合うこともないか。そう思うと少し寂しい気もするな。最後だから言えんだよ、そういうセリフを。猫ちゃんいないな。汚れてる。ざわざわしてる。なんだあの人だかりは。どうした？なんでも川に落ちたらしいぜ。よく生きてたわね。でも随分汚れてるわ。どうしてくれ。こいつは俺の猫なんだ。まったく、何度も気をつけろと言ってただろう。ちょっと展開変わったな。いつもいつもお前は仕方のないやつだな。お前はいつかそのおっちょこちょいで命を落とすぞ。ちゃんと聞いているのか。聞いてるな。いい子だ。よし、こんなもんだろ。美人になったな。うん、心なしか嬉しそうだ。もうあんな危ないところに居座るんじゃない。わかったか。ちょっと嫌なのかな。自信がないようだ。こいつのおっちょこちょいは簡単に治るもんでもなさそうだ。放っておいたら危険かもしれん。よし、今日からお前は俺の猫だ。うちで生活しろ。それなら危険もないだろう。いいな。いい返事だ。名前をつける？おちょこ、白雪、六花。おちょこかな、おちょこちょいの。これで別宅にいるんだな。相変わらずものすごい体してるな、桐生さんは。
ちゃんも増えた。行きましょう。あ、新選組いるね。お疲れ様です、斎藤殿。ムクロ街に用がある。そこをどけ。あいにくですが、それはできません。何？斎藤殿は一番隊の捜索活動を妨害していると連絡を受けています。見つけ次第おとなしくさせるようにと。ち、どいつもこいつも似たようなこと言いやがる。こんな街中でこれ以上うちは揉めしたくねえんだがな。問答無用、覚悟。一緒に終わらせましょう。強い。余計な時間を食った。ムクロ街に急ごう。行くぞ。あ、まだいる。いたぞ、三番隊隊長だ。何のつもりだ。ふん、我々を邪魔立てしていることは知っている。行くぞ。一瞬だ、お前らなんて。うわ、余計な時間を食った。うん、ムクロ街行きましょう。飛脚。あ、こいつら。いい加減入ったらどうなんだよ。あの斎藤とかいう男はどこにいる？久しぶりだ。え？そんなの知らないっすよ。勘弁してくださいっす。あれだけ親しそうにしていて知らないわけがないだろう。実際そこまで親しくないんすよ。人間関係なんて大体そんなもんでしょ。悲しいこと言うな。何を騒いでいるんだ。あ、斎藤さん、本当にちょうどいいところに。ようやくお出ましか。ん？お前は黒ひょう飛脚団の黒ひょうの占領役者こと牧野だ。今回は俺の相手になってもらおう。いい加減にしてくれないか。こっちは今日最速だのなんだのには興味ないんだ。勝手にやってくれ。そうはいかない。少なくともあんたは油断していたとはいえ、うちの星に勝っているんだ。このまま勝ち逃げなんて許されるわけねえだろう。まったく面倒な連中だ。黒ひょうの占領役者牧野、配達時に演舞をしたりと派手な行動をすることで有名な飛脚です。ただ実力の方は折り紙付き。いざ勝負になるとその圧倒的な体力の高さを武器に際限なく配り続けるとか。お褒めいただいて嬉しいね。ほう。勝負の条件はどちらが先に12人の客に手紙を渡せるかってどうだ。単純で分かりやすいだろう。ああ、それで構わん。やるんだな。行くぜよ、お侍飛脚さんよ。黒ひょうの占領役者、サボってやっちゃいましょう。これで全部配り終わった。はあ、俺の勝ちだな。すげえ、黒ひょう飛脚団に2連勝するなんて信じられない。さあ、途中で失敗を犯してしまった。それさえなければ俺の勝ちだったのに。もう一回だ。もう一回勝負を。見苦しいぞ、牧野。失敗もんも実力のうちだ。素直に負けを認めるんだな。これ以上黒ひょう飛脚団の名に泥を塗らないように。くそ。斎藤、と言ったか？うん、そうだが。次は俺が相手させていただく。運が重なって牧野にも勝ったようだが、俺との戦いはそうはいかないぜ。圧倒的な戦略技術と頭を使った効率的配達で黒ひょうの司令塔と呼ばれているこの俺に失敗も失策もありえない。あんたの運もこれまでだな。
やりたかねえんだよな。さっき走ったばっかりで疲れているだろうから優しい。また日を改めて戦おう。それまでせいぜい首を洗って待っているんだな。じゃあな。飛脚なんだから走って去れよ。次の相手は稲本か。一筋縄ではいかなそうな相手だな。あの斉藤さん。なんだ清川。その俺たちの関係ってどうなんでしょう。友達ですよね。俺は友達だと思っているんですけど。あ、押し付けがましいですかね。その何も言わないんだな。どこ見上げてんだよ。あと2回はあるってことですね。行きましょう。さあ、それでは行きましょう。ムクロガイ。やるんだろうな。どうした？お前ら一番隊だろ。かかってこねえのか。やらねえのか。沖田さんがあなたをお待ちです。斉藤さん。何？この先へどうぞ。沖田が俺に話があるってことか。井上さん殺しとみられるコム層の正体が分かりましてね。そのことで斉藤さんに聞きたいことがあると。どういうことだ？私の口からそれ以上は言えません。わかった。関係ある人間ってこと？行きましょう。正体がわかるのか。いよいよで戦うんだろうきっとね。あれ、こいつ、あいたな。喧嘩屋。ご無沙汰しております。坊主だったっけこいつって。ん？お前は喧嘩屋の炭坊主か。いえ、なんか雰囲気変わった。何かを悟ったのかなこいつ。坊主じゃなかったよね。さようでございます。さすが斉藤様、髪型が大きく変わりましたのにお気づきいただけますとは。まあその入れ墨を見ればお前だとわかるさ。どうしたんだ？以前と随分変わったように見えるが。はい。私、無鉄砲の戦い方を続けておりましたが、それによって大きな隙ができていたことに気づかされました。これは乱雑な私の心が一番の原因だと感じ、私は心の修行を積んだのです。その結果、こんな坊主みたいな感じになった、と。さようでございます。喧嘩はまだ続けているのか。体への入れ墨も前より増えているようだが。ええ、心の修行はあくまであなたを倒すという目的を達成するための手段でしかございません。さあ、心まで強くなり、隙のなくなった私と手合わせ願いましょう。準備ができましたらお声掛けくださいまし。悟り開いた男。強敵なのかな。準備は、受けて立とう。かしこまりました。それでは参りましょうか。これに俺が勝ったら約束通りお前は喧嘩や家業から足を洗うんだろうな。はい。男に二言はございません。それでは参ります。大丈夫ですか？いきなり大ダメージですけど。炭坊主さん、炭坊主さん、変わりないですよ依然と。そんなにダメージ受けてないだろうお前。勝ったな。お見事です。斉藤様、私の乾杯でございます。これにて私は喧嘩や家業から足を洗おうと思います。そうか、これからはどうするんだ。そうですね、
心の修行をする中で喜びとやりがいを見出すことができましたので、これからは立派な僧になるべく修行していこうと思います。そうか、今とは真逆だな。そうですね。ですがこちらの方が正しい仕事かと思います。それに気づかせてくれたのはあなたの拳でした。これはそのお礼です。お受け取りください。この世からかつての私のような荒くれ者を一人でも多く減らせるよう精進してまいりたいと思います。斉藤様、それでは失礼いたします。人間ってのは変われるものだな。拳で気づかされたか。拳を交えることで伝えられることもあるのかもしれん。完全に忘れてたからな、炭坊主。完了してよかった。行きましょう。ああ、ここら辺だな。ここだ。起きた。お、いきなりか。何のつもりだ。とぼけんねえ。ネタ上がっとる。何？お前が原産やったっちゅうことだな。なんで俺が井上を殺さなきゃならない。お前らは小無双を追ってたんじゃなかったのか。追ってたわ。せやけどもう追う必要あらへん。坂本龍馬を名乗っていたやつか。その小無双の正体はな、坂本龍馬っちゅう男やったからや。なんだと。金の葉の間じゃ有名な話らしいやないか。小無双の成りした坂本龍馬、最近京でうろついとるらしいの。その話本当か。土佐や長州の浪人どもを締め上げたら白状しよった。それにお前やったら納得や。あの源さんかてやられてもおかしない。待て、坂本龍馬は俺の他にもう一人いる。そのことはあんたも知っているはずだろう。ああ、知っとる。せやけど源さん殺す理由がお前にはある。理由？とぼけんなよ。お前が殺したんやろ。源さんが覆面の男やっちゅうことを知ってな。そうなんだ。本当なのかその話は。どこまでしらけるつもりや。お前本当なのかって聞いてんだ、大木さん。答えてくれ、起きた。どっちにしろもうやるしかねえな。やって黙らせてから話を聞くしかないでしょう。死の敵討つんは弟子の務め。真の離心流の奥義味わわせたるわ。真の離心流、何を言ってるんだ。さあ構えるや、はじめちゃん。あんたが追い続けてきた天然離心流、最後の謎が目の前にある。勝てばわかるという話だな。来い、起きた。俺はお前に勝つ。そして全ての謎を明かし、坂本龍馬としての人生を取り戻す。いやいや、行くで坂本龍馬。さあ行きますよ。ではさすがだ。これ長くなりそうなんでね、ところどころカットしていきますね。
最後トラでやっちゃった。聞く一文字。負けたんか、李神龍が。井上を殺したのは俺じゃない。おそらくもう一人の坂本龍馬だ。起きた。覆面の男が井上だったってのは本当なのか。その前に一つ教えてくれや。どうやった、わしの李神龍は。俺が追っていた李神龍だった。立ち筋、技、間合い、全てが1年前感じたもの。覆面の男そのものだった。そうか、それを聞いて安心した。これでようやくわしはあの人に追いつけたっちゅうわけか。師弟の間柄なのか、あんたと井上は。そんなもんやない。わしにとって源さん、いや鴨さんは。久々に聞くな、その名前。勇ちゃん、そろそろこの人に本当のことを打ち明ける時が来たようだぜ、五郎ちゃんよ。五郎ちゃん、今度斎藤はじめさんよ。あんたに全てを教えてやる。天然李神龍の謎、それに新選組最大の秘密をな。悪いね、話が話なんで場所を変えさせてもらったよ。でもここならあんたのことを気兼ねなく龍馬さんと呼べるしな、互いに腹も割りやすいや。それで一体何なんだ、天然李神龍の謎。それに新選組最大の秘密というのは。かれこれ1年以上前のことになる。ちょうど新選組が身分浪士組という名で京の町に出てきた頃の話だ。その頃俺たち身分浪士組には俺の他にもう一人の局長が存在した。確か芹沢鴨だったか。ああ、裏の世界、つまり影として日の本一党を恐れられた水戸藩出身の男だ。影、身分浪士組は将軍様の上洛警護を目的とする幕府お抱えの組織として結成された。俺が率いる司令官から近藤、土方、山並、沖田、長倉、井上、東堂の斜め、芹沢率いる水戸藩から芹沢鴨、平山五郎、平間十助の3名が加わり一つの組となったんだ。鴨に五郎、さっきあんたが口にしていた名だが、まさか。察しがついたようだな。そう、井上源三郎、沖田総司、そして
長倉新八、この三人はすでにこの世にはいねえ。なるほどね。芹沢鴨、平山五郎、平間十助、それぞれが演じている仮の姿なんだ。なんだと。そしてそのすべてはあの吉田東洋の暗殺と密接に関係している。どういうことなんだ。1年前のあの日、事件は起こった。1年前、ネブローシグミトン症。ずいぶん早いお帰りで。起きた。まあこいつらが本物ね。それに井上、長倉局長、土佐での一仕事お疲れ様でした。何の話だ。鴨さん、あなたが水戸藩にいた頃からこうした闇仕事を受けていたことは知っています。あなたもあの総集ラッパ風魔由来の剣術、水戸天狗流の宗家ということも、ね、水戸天狗流。俺の素性を知った上で土佐から戻ってくる時を狙って待っていたというわけか。近藤さんはあなたたち水戸組を優遇しすぎて、今日の道場で偶然知り合った、罪人同然だったあなた方を三浦押し組に温かく迎え入れた。その剣の腕を買ってね。だがこのままでは司令官一派の我々の立場が危ぶまれる。やめろ。まさか身内で殺し合うつもりか。ここにいる我々三人はあなたを身内と思っていませんよ。起きた。安心してください。平山と平間は薬でぐっすり寝かせておきました。あなたを殺した後でちゃんと後を追わせますか。芹沢かも、覚悟。あれは起きた。おい、五郎、起きろ。なんやねん。な、カモさん。来るな。お前たちは来るな。この時の傷だったんだ。カモさん。死ぬ。芹沢！二人は間に合ってなくないか？
に合ったのか。カモさん、なんで来ないなことに。近藤殿、土方殿、さすが水戸天狗流、掃除をもってしてもかなわなかったのか。行き違いがあったとはいえ、私は浪士組の同志を殺めてしまった。私は切腹いたします。ですからどうかどうか平山と平間の命だけは。なんで謝るんや、鴨さん。先に殺しに来たんは沖田たちの方やろが。それに沖田を殺したのは俺と五郎や。鴨さんだけの責任やない。黙れ。近藤局長は影として水戸藩に使い捨てられた俺たちを救ってくれた。もはや日の当たる場所では生きる道のなかった俺たちをな。だがその愛弟子殿を殺めたんだ。その罪は俺の死をもって償うほかない。せやけど悪いのはうちらやないはずや。その通りだ。謝んなきゃなんねえのはこっちだよ、鴨さん。総司たちはあんたら水戸組の剣の腕を恐れてた。だから勝手にこんなことを。近藤殿。だがやっちまったもんは仕方ねえ。あんたらにはきっちり死んでもらうよ。近藤。沖田総司は浪士組一の剣豪として勤皇志士たちの間でも名が通ってる。この身分浪士組の顔とも言うべき存在だった。その総司が切られて死んだとなりゃ、浪士組もたかが知れてると世間の笑い者になっちまう。そうなれば我々はお役御免。幕府からも見捨てられ解散を命じられることになるだろうな。それがどないしたっちゅんや。そないなもんわしらには関係ない。やめろ。五郎、重助。俺は非常な人間でね、愛弟子が死んだってのに頭ん中は浪士組をどうやって生き残らせるかでいっぱいだ。なんやと。俺はな、どんな犠牲を払おうと絶対にこの国を変えてやろうと思ってるんだ。そのために幕府を騙してまで身分浪士組を作ったんだよ。でそれを実現するにゃあんたたちの力がどうしても必要だ。どうだい、今日からあんたたち第二の人生ってやつを生きてみねえか。そうしてその日から芹沢鴨は井上源三郎に、平間重助は長倉新八に、そして平山五郎は沖田総司へと生まれ変わった。鴨さん最後の仕事、吉田東洋暗殺がきっかけとなってな。そんなことがあったんだね。一年前にそんなことが。以来俺たちは名を身分浪士組から新選組へと改めた。芹沢鴨が乱暴狼藉の末粛清されたという噂を流し、浅葱色の派手な羽織で装うことで過去を払拭し事実を隠した。沖田総司っていや美少年で通ってたから、そこの五郎ちゃんにはこの面で自分を美少年と言い張らせたもんだ。そして万が一にも秘密が漏れぬよう法度を作った。体を脱するは死罪。あの法度のことか。ああ、いつの間にか新選組全体の掟になっちまったが、
ハットはもともとこの秘密を知る7名。近藤、土方、山並、東堂、そして水戸組3人の口封じを目的として作られたものだったってわけだ。そうだったのか。俺は鴨さんの剣術、水戸天狗流をどうしても新選組に取り入れたかった。だから鴨さんが元帥になった翌日から司令官出身者は皆天狗流の指南を受けたんだ。そして俺はその剣を天然理心流と改称し、京の町から世に広めていこうとした。司令官の独自流派としてな。そうすりゃ強さを求める手だれの剣士たちが新選組に集まるって考えたのさ。結果7人しかいなかった組は急激に拡大。佐野助や伊藤さん、武田といった有名な剣士の加入もあって今の規模になった。じゃあ俺はあんたの仕掛けた理心流の風潮に引っかかった一人ということなのか。でもその結果あんたはこうして新選組に入り、ことの真相を知りうることができたというわけだ。人生とは何があるか分かったもんじゃねえな。龍馬さんよ、これが新選組と天然理心流の真実だ。そうなんだね。そしてあんたが追いかけてた覆面の男の正体、そりゃ井上源三郎として生きた芹沢鴨だったということだ。いろいろ分かったな。ホムソは誰だ。きっと鴨さんはじめちゃんに対して後ろめたい気持ちがあったんや。池田屋で松原がはじめちゃんの秘密をばらそうとしたとき、背後から突然切ったんもはじめちゃんを守るためにやったんやと思う。せやなかったらあのカモさんが敵を後ろから切るような真似するわけないしな。井上は俺の目的を知りながら新選組にとどまれるよう手を貸してくれていたということか。カモの恩返し中毒やな。ほんまあの人らしいわ。どうだい、全てを知った今の心境は。正直まだ釈然としない。どうして井上は東洋のおやっさんを殺さねばならなかったんだ。水戸藩経由で頼まれたらしい。仕事を成功させたら俺らの脱藩を取り消してもらえるという条件でな。水戸藩からだと。じゃあおやっさんを殺そうとしたやつは水戸にいるってのか。それは分からん。最後までカモさんは喋らんかった。影として生きる者の習性やな。それじゃあ俺はこれから先何を追いかければいいんだ。龍馬さんよ、一つあんたに確認したい。もし今吉田東洋の殺害を依頼した人間が誰なのか知ったら、あんた復讐のためそいつを殺しに行くかい。わからない。だが覆面の男の正体を知った今、一つだけはっきりしたことがある。なんだ。俺は復讐がしたかったんじゃない、真実が知りたい、それだけなんだと。そうだね。その言葉を聞けて安心したよ。今のあんたならこれから俺が話すことを受け止められるだろう。なんだ。どうして俺があんたが本物の坂本龍馬だと知っていたか。それも気になるね。それは
カモさんから報告を受けてたからだ。そしてもう一つ、カモさんから報告を受けていたことがある。それはカモさんに吉田東洋殺害の依頼をした男の名は坂本龍馬だ。何？なんだと？誰なんだ？それじゃまさかもう一人の坂本龍馬が。例の小武装の坂本龍馬。そして今になって、奴は覆面の男だった源さんを殺した。おそらくは吉田東洋暗殺の口封じのためにな。クソが。驚くのはまだ早い。今そのもう一人の坂本龍馬がいるのは寺田屋らしい。隊の観察から知らせがあった。寺田屋にもう一人の坂本龍馬が。寺田屋はあんたの定宿らしいじゃねえか。つまり二人の坂本龍馬が寺田屋を宿にしているってことになる。どうなっとるんや。以前からたびたび坂本龍馬は寺田屋を使ってたよ。会ったことないよな。京で活動する時の拠点の一つなのかもな。とにかくそれで今伊藤さんと武田の五番隊が寺田屋に向かってる。寺田屋に踏み込むつもりってことか。せやけど連中の手に負える相手やないで。その坂本龍馬は芹沢鴨を仕留めたほどの男やぞ。そうやすやすと捕まるとは思えねえな。もしここで取り逃がせばもう見つからなくなるかもしれん。龍馬さん、いや斉藤さんよ、あんた斉藤はじめとして寺田屋襲撃に向かえ。伊藤や武田より先にもう一人の龍馬を捕まえねえと。あんたが追いかけてきた吉田東洋殺害の謎は永久に闇の中だ。わかった。近藤さん。ん？全てを教えてくれてありがとう。俺は新選組に入ったことを後悔してない。誰なんだもう一人の坂本龍馬。そうかい、ならよかった。ほら早く行け。急ごう。ああ。もう一人の坂本龍馬、やつは今寺田屋にいる。ほな行くで。行きましょう。さあ着くぞ。来てますね。スジモン二人が来てるな。斉藤君、君も来ていたのか。伊藤、この寺田屋に井上さん殺した坂本龍馬という土佐者が潜んでいる。今から踏み込む。ああ分かっている。だが君は必要ない。この件は私と武田の五番隊でやらせてもらう。何だと？君は新入りの隊長だ。先立っての池田の一件しかり、敵を取り逃がすようなことをされては困るのでね。それはとにかく余計な手出しは結構。ここは今参謀である私の指揮下にある。いや、ここの指揮は一番隊に取らせてもらうで。沖田君、君までやってきたのか。まあ聞けや伊藤班。今さっき局長と会ったんやけど、あんたにええ話があるらしいわ。あ、局長が。なんや、引退の相談をしたいらしいわ。何？近藤局長が引退されるというのか。わしもようわからんけど、あんたを豚書に呼び出すよう仰せつかったんや。ここの試験はわしに任せる言うてな。
出任せじゃないだろうな。沖田君、言うまでもないが、もしその話が嘘だったら切腹ものだぞ。別にええで。せやけど副長に次期局長の座を奪われたくないんやったら早う行った方がええんとちゃうか。私は豚所に行く。あとは一番隊に任せよう。助かった。伊藤は何より局長の座を狙っとるからな。苦しい言い訳やったが、あとは勇美ちゃんがうまいことやってくれるやろ。それより邪魔者はおらんようになったで。坂本龍馬を殺す資格があるんはわしかお前だけ。ああ、だが一つその前にやっておきたいことがある。なんや。踏み込む前に寺田屋の女将と女中を逃がしてやりたい。長いこと世話になってる。切り合いに巻き込みたくない。気持ちはわかるがしゃあないやないか。逃がすっちゅうてもどうやってこの状況で知らせるっちゅうねん。裏口から回ってどうにか合図を送れればいいのだが。なあ、面倒やな。わしはもっと正面からババッと踏み込んで思いっきり暴れたいっちゅうのに。わかった。せやったらとりあえず裏口に回ろうや。それでええな。分かってくれるんだ。ああ、大丈夫だ。ほな行くで。裏口から静かに入るんや。こないな時間に風呂か。優雅なもんやな。音がしている。誰か入ってるな。誰だ。はじめちゃん覗いてみる。お龍か。案外例の坂本龍馬かもしれんで。どうや、誰かおるか。誰、誰かおるの。俺だ、お龍。はじめさん、そんなとこで何してんの。お龍、違うんだ。聞いてくれ。今この宿を新選組が囲んでいる。え、坂本龍馬って客が来ているな。2階の客間か。せやけど、なんやの。もうすぐ新選組がここへ突入してくる。お前は静かに、おかみさんたちを連れて寺田屋から逃げろ。坂本さんを、新選組が。詳しい話は後だ。急げ。行ったようやな。よし、そしたら行こうか。はじめちゃん、お逃げください。坂本様、新選組が来ます。はよ、ここから逃げて。あれはお龍の声。どういうことだ。迷うてる暇ない。もう行くしかないで。新選組だ。踏み込んできよった。入り口じゃないか。こっちだよ。おもろなってきたやないか。行くで、はじめちゃん。ああ、戦いはサクサク行きましょうか。力回り込む。さあ行くぞ。遅かったやないか。上へ上がるで。ああ、しぶとかった。行きましょう。いるね。くそ、たった二人でわしらの仲間を。
なんちゅう奴らじゃ。お前が坂本龍馬。まあ喋らないよな。坂本先生にはわしらが指一本触れさせんがじゃ。倒さないとわかんねえか。行くぞ。さあお前は何者だ。正体を見せろ。お前がもう一人の坂本龍馬なのか。誰なんだお前は。お前の目的は何だ。なぜ俺の名を語る。答えろ。お前がおやっさんを殺させたのか。そうなんだろう。なんとか言え。カモさんの仇や。お、あ、あの火傷の跡は兄弟。はじめちゃん、窓や。窓から逃げよった。追うで、はじめちゃん。はじめちゃん。まさか兄弟が。めちゃくちゃ裏切られたな。踊るな、そこ動くな。兄弟も死んだって言われてたもんな。見回り組の佐々木か。何の用や。こないなとこで何しとんねん、お前ら。見たらわかるやろ、不定浪士の取り締まりや。ほう、そりゃご苦労なこっちゃな。せやけどこっから先は見回り組が預からせてもらう。な、何やと。聞こえへんかったんか。坂本龍馬は見回り組が預かる言うとんねん。な、なんだと。これは幕府ご公儀の命令や。これ以上坂本龍馬の件、新選組の手出しは無用。ふざけんなや。坂本は新選組の幹部殺した男や。それを手出し無用とはどういうことやねん。さあの、文句があるんやったらお上に言うたらどうや。わしらに命令した幕府のお役人に。おい、あ、誰なんだ。見回り組にその命令を出した役人ってのは。ふん、幕府軍官奉行並み勝林太郎や。そいつが黒幕か。勝林太郎。余計な詮索はせんこっちゃ。その方がお互いの身のためなんとちゃいまっか。謎だらけの三番隊隊長さんよ。いろいろ謎が解けたり正体も分かったけど、また新たな謎が出てきましたね。しかし見回り組に邪魔されるとは思うてもなかったな、はじめちゃん。どないしたんや。さっきから様子が変やけど、なんかあったんか。いや、なんでもない。ちょっとな。うん、やってくれたな、お前ら。怒ってるよ。おう、伊藤藩やねんか。それに武田に平助まで。どないしたんや。とぼけんな。近藤局長の引退の相談って、あれは飛んだオラじゃねえか。ああ、なんやそれ。よう覚えてへんな。
バカにしとんのか悪い。お前の嘘のせいで坂本龍馬取り逃がしてしもたやないか。ドス聞きすぎなのよ、二人だけ。そない言うんやったら五番隊も残ってればよかったやないか。伊藤藩に尻尾振ってついてったくせして、よう言うわ。なんやと、我舐めとんのか。まあまあ落ち着いてたけどさ、沖田さんもそんなに煽らないでくださいよ。なんや平助、お前どっちの味方や。別に俺はどっちの味方でもないですよ。ただ最近の近藤さんは何を考えているかわからない。なら伊藤さんが局長になった方がやりやすいとは思ってますけど。平助、お前もういい。平助、こんなバカ相手にしてても拉致がかねえ。いいか沖田、これだけ覚えておけ。俺が新選組局長になった暁には古参だろうが剣の腕が立とうが容赦しねえ。俺の方針に従わねえ奴は全員粛清する。いいな。あんたもただの狂犬で終わりたくなかったら平助のように身の振り方考えるんだな。行くぞ。一旦寺田屋に戻ろう。お寮に聞きたいこともあるしな。兄弟のみならずお寮にまで裏切られた感じがしますが、まあ、きっと理由があるはずですから、それをちゃんと話してくれるかどうかは分かりませんけどね。さあ着きました。話を聞かせてもらおうか。はじめさん、おかえり。あのなあ、後でお部屋にお寮ちゃん行かせるから、部屋で待っててや。なんか気まずそうにしてるな。もう気ぃつけてやん。すまねえ。全部話してくれ。本当のことを教えてくれ、オリオ。なんで坂本龍馬を逃がした？それはお客さんが追われてたの、助けよう思っただけや。だが下手すりゃお前も坂本を助けたと新選組に切られていたかもしれない。自分の命張ってまで助けるような客なのか、坂本龍馬は。そうよ、うちは寺田屋のお客さんが新選組に狙われてる言うなら誰でも助けます。それが寺田屋で働く者の務めです。そうか、それならいい。え？俺はここを出ていく。え？なんで？俺も新選組の一員だ。俺がここにいれば新選組のことをそこまで憎んでいるお前を苦しめるだけだ。世話になったな。はじめさん、もうええんとちゃう？お涼ちゃん、そろそろほんまのこと話してくれてもええんやないの？おかみさん、あんたなんか隠してるやろ。そろそろうちにも教えてくれへん？どういうことなんだ、落とせ。実はお涼ちゃんね、はじめさんを追ってこの宿に飛び込んできたんよ。ええー、ね、
オリオちゃん。そうなんだ。俺を追って。せや、斎藤はじめさんいうお侍さんの世話をさせてほしい言うてね。てっきり最初は片思いでもしてるもんやと思っとったけど、どうもそれだけやないみたいでね。はじめさんが出かけた後追いかけて行ってみたり、部屋の様子を掃除しながら調べたりしててね。スパイみたいなことをやっていたか。なんか目的があって近づいてきたんやと確信した。どういうことなんだ、オリオ。さっきの坂本龍馬藩となんか関係があるんとちゃうか、オリオちゃん。あんた、はじめさんのこと好きなんやろ。離れ離れになりたくないんやろ。せやったらちゃんと話した方がええ。好きな人に一生疑われたままやったら、そない悲しい話はないでな。好きになった気持ちは本当なんだな。わかりました、お話しします。うちは寺田屋に来る前から勤皇派に協力していた女です。最初は不些細な町の噂とかそういうのを坂本さんのお仲間に教えたりしてました。それが勤皇のお役に立つからって、いくらかお金を受け取って。うちには今も床に伏せている母がいます。その薬代に充てるためでした。でもある日、次からは斎藤はじめいう人のそばに行って、その人の行動を知らせてほしいって言われたんです。坂本龍馬にだな。あなたがいつどこに出かけるのか、誰と会ってるのか、寺田屋の女中として分かる範囲でいいから報告してくれって。うちもそのくらいならええと思ってました。あの夜までは。これお涼ちゃんを雇った日に寺田屋に置かれていったお金。誰が置いていったかもわからんかったけど、多分坂本さんやったんやね。うちがお涼ちゃんを雇い入れたことへの見返りとして。坂本龍馬とはどこで知り合ったんだ。もともとうちの父が勤皇の活動家やったんです。それが幕府の役人に捕まって何人にも囲まれて切り殺された。もう何年も前。その後、京に登ってくる勤皇派の志士たちが死んだ父のお見舞いに訪ねてくることがあって、坂本さんはそういう人たちの一人でした。そしてお金に困ってるうちらに手を差し伸べてくれた。はじめさんに言うてもせんない話やけど、侍同士の争いに翻弄されるのは何の力もない女子供や。お涼ちゃんかて巻き込まれたくて巻き込まれたんとちゃう。女一人母親背負って生きるためにしたことや。はじめさん、お涼ちゃんを許したって。
神さん。お涼、もう一つ聞かせてくれ。わざわざお前を使って俺を監視してた坂本龍馬が、なんで今日になってここに現れた。いずれ俺と鉢合わせるのは目に見えていたはずだ。それはうちにも分かりません。せやけど坂本さんは今日でやらなきゃいけない仕事がある言うてた。うちが聞いたんはそれだけです。今日でやらなきゃいけない仕事。なあはじめさん、これからお涼ちゃんをどないする気？もうええです。おかみさん、覚悟はできてます。はじめさん、見損なったでしょ、うちのこと。いや、俺にはそんな資格はねえ。俺もあんたらを騙していたんだ。名前を偽っている。俺の本当の名は坂本龍馬なんだ。え？それってはじめさんが坂本龍馬？でもそれやったらうちが会うた坂本さんは？そいつは俺の名前を語っている偽物だ。俺の恩人を暗殺させた黒幕で、口封じにその刺客を殺した。長崎ではイギリスの武器商人とつながっているらしい。そしてケチ半兵だと同じ火傷を背中に背負っていた。でも竹地さんってわからねえ。兄弟は土佐で腹を切って死んだはずだ。それにあいつにはおやっさんを殺す理由もない。俺にももう何がどうなってんのかわからねえ。はじめさん、うちの太田坂本龍馬に会いたい。何？もし会いたいんやったら、新選組の人でうちと同じように坂本龍馬とつながってる人がいるの。山崎ってことか。その人を捕まえればもう一度坂本龍馬に会えるかも。誰なんだ？その人は監察役山崎進。山崎進、あいつが。いやー面白かった。探していた覆面の男の正体が井上源三郎、そしてコムソウの正体がまだ顔は出ていないがおそらく兄弟でしょう。まあ今すぐにでもプレイしたいところですが、また次回にしましょう。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。